アントワン・ライト。初年度は、チームメイトのビンス・カーター、リチャード・ジェファーソンの二人がいたこともあり、39試合出場、1試合平均、わずか9.5分の出場、シュート成功率35%に止まる。2年目の06から07シーズンは、カーター、ジェファーソンの控えとして、ローレンス・フランクヘッドコーチによるチームのローテーションに食い込み、63試合出場を果たし、 4.5得点、2.8リバウンドの成績を残し、成長の後を残した。07から08シーズン序盤は、キャリアハイとなる21得点を挙げるなど、好調のスタートを切ったが、その後は、チーム成績とともに、自身も調子を落とし、このシーズン中に行われた、ジェイソン・キットを核とした大型トレードに組み込まれ、ダラス・マーベリックスへ移籍した。 2008年11月25日のインディアナ・ペイサーズ戦では39分出場し、自己ベストの24得点を挙げた。2009年7月9日、数チームが絡んだトレードで、デビン・ジョージと共にトロントラプターズへ移籍した。2010年7月23日、サクラメント・キングスと契約したが、同年11月29日、キングスからカットされた。 その後12月31日、中国のチャンスドラゴンズと契約した。ありがとうございます。